おのすこちこんぱんポテトです。今日もね、ドキ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 です。よろしくお願いいたします。よし、まずはですね、登録者1000人達成しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。いや、結構かかりましたから、300人達成するまで1年ぐらいかかったのかな。こんな分析誰も別に興味ないのかななんて思ってた時期も結構ありましたけども、いや、続けてよかったなって本当に思います。本当に嬉しくて、本当もうポテトの目からもでんぷんですよ。すいません、本当にすいません、本当にありがとうございます。本当にこんなクソザコナメクジはちょっとね、言い過ぎかもしんないですけども、そんなジャガイモの動画を見てくださってありがとうございます。この感謝の気持ちをですね、皆さんにどうか伝えられないだろうか、そんな風に思ってますけども、今は何も思いついてないんですけども、なんか逆にありますか？あれば教えてください。何かね、1000にまつわる感謝的な動画を何かね、やって、分析的なね、何かとかね、やっていければなと思ってますので、今後もね、何かいつもと違うようなポテトもね、お送りできればななんて思ってます。今後もね、もっと頑張っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。そして今回はですね、決定力分析です。完結編やっていきましょう。前回はですね、ジュニアがね、なんか代わりに話してくれましたけども、今後もたまに出てくるかもしれませんので、よろしくお願いします。まあ、ちなみにメイクイーンとかもいますよとね。まあまあ、そんなんどうでもいいか。はい、さてですね、前置きはちょっと長くなってしまいましたので、早速見ていきながらやっていきましょう。今回は完結編になりますので、99まで見ていきます。最後にはですね、じゃあ実際どこまでね、上げていけばいいんだ、そんなところまでね、結論出せればなと思ってますので、よろしくお願いいたします。ということで、今こうやって見てますけども、91もそれなりに決めてくれてましたね。ということで、今92まで行ってますけど、まあ、なんかね、浮いたボールでも割とね、枠内に収めてくれてる、そんなような印象もありますね。今の止めるんだ。まるちゃんがマジで頑張っちゃうんだよね。はい、次93ですね。こう、キーパーのこう意表というかね、なんかこう、キーパーが全く反応できない時もあるんですけどね。はいはい。まあ、実際こんな感じでですね、まあ、本数少ないやつはね、できるだけ乗せていこうかなって思ってます。まあ、その代わり結果はね、何分から、飛ばしたい人はね、時間乗せておくのでね、そこから飛ばしていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。で、95ですね。いや、実際95とかあったらかなり安心感はあるんですけどね、どうなんでしょうね。でもやっぱこう、ふかすっていうのはね、本当に少なくなっていってる、そんな印象はありますね。はい、次96ですね。まあ、なんかこう見ていくとですね、こう、カーブ値っていうのはまあ、確かに一緒に上がってはいるんですけど、決定力とね、一緒に上がってはいるんですけど、まあ、正直ね、どうなんだろう、ここ、そんなロベカルの時より曲がってないなとか、そんな感じも。あんましないんですけどね。97もまあまあまあ、それなりに。でもこの辺はもうなんかそんな変わんないのかな。あ、でも止めるね。おおお、さあ98、かなりこう高くなっても、やっぱりどっかでこう10本決めるってやっぱ難しいのかな。なんか何かしらで弾かれてたりとかしますね。はい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 。はい、ラスト99ですね。あ、でも、あ、やっぱ止めるね。やっぱ10本中10本決めるって結構難しいね。はい、ということで見ていただきました。ということで、結果のグラフがこちらです。あとね、そうだ、ごめんなさい、前回の説明で弾きの部分のこう線の行き先がちょっと間違ってました。あ、濃い枠線の黄色が弾きで、薄い枠線の黄色がポストになってます。ちょっとこちらが正解になってるかな、なってると思いますので、ちょっとごめんなさい、こちらを参考にしていただければと思います。はい、ということで、やはりですね、全体的に上がってるのはわかるかなと思います。でですね、まあ
注目していきたいのは赤の部分ですかね。つまり枠外かキーパーキャッチですね。そこがですね、明らかにこう少なくなっていっているのはわかるかなと思います。ただですね、ゼロにはなかなかならなかったですね。まあ、今回ねやってみて思ったのは、ちゃんとした体勢で蹴れればですね大体入るんですけど、そうじゃない時はね本当にね運みたいなね感じになる、そんな印象でした。まあ、どういう時に体勢悪くなるかということなんですけど、それはですねトラップミスした時ですね。またはねトラップミスとは言えないけど、まあ、すぐシュート打てるところにボールが収まってないみたいなね時、ハーランドだと左に置きたいのに若干右寄りに置いちゃってるとかね。まあ、こういう時はね無理にファーにねこう狙ってるので、それがすごく難しそうというか難易度高くなってる感じはしました。まあ、それでもね決めてくれんのが93、4以上とかになってくると、なんかねそれでもこうあ入るんだみたいな感じで決めてくれるような、そんな印象でしたね。で、前々回のロベカルもですねこの分析をしててですね割と決めてるんですけど、考えてみたらロベカルってボルコンがねハーランドより10以上ぐらいかな高いので、今回のまあトラップしてすぐシュートみたいなね検証ね、トラップの位置が良かったようなそんな気もしますね。入りやすかったのかなとも考えられますね。まあ、ちなみに今回の検証はまあボルコンの別に検証ではないので、明らかにトラップミスしたやつに関してはちょっと除外して特定はしてますけどね。まあ、それでもまあちょっと打ちづらそうなやつとかもねまあまあありましたね。まあ、あとはパワーゲージですね。大きくしてもね吹かさないのが93以上なのかな、そんな印象でしたかね。あミスったと思ってもね決めてくれる、そんな感じでしたかね。逆に93以上からはですね正直そんな大きな変化はないようにも感じましたね。まあまあ、このデータのグラフを見る限りもそうなんですけども、このあたりは正直誤差レベルなのかなといったような感じですかね。試合中はまあ大概プレスされててとか余裕がなくてっていう風になるので、まあ実際の試合だと結構ね助かるのかもしれないですね。で、逆に上手い人はその無理な体勢じゃない瞬間に打てるので、そこまで高くなくても決めれるんじゃないのかなとも思いましたね。またね91以上ではもうキャッチされることはまずなかったですね。それなりにやっぱ狙えてるんだろうなっていう感じでしたね。なので甘いコースとかに打つのは基本的にはなかったようです。はい、ということで結論、ガチスカなら87、8あれば十分使える。ただプレイスキルに自信ない人は93以上必要かと、そんな感じにしていきたいなとします。画像でね示しておきますけども、基本数値が上がるとこうシュートコースのこう振り幅っていうのかな、なんか台風の予報値じゃないけどシュートコースの振り幅がこう狭まっていくようなイメージで、93あたりからはその幅自体はね頭打ちになって、その中でも狙ったとこに蹴れる可能性が高くなっていく、そんな印象でしたね。自信がない人は93以上にしたのは、まあ、91ぐらいだとですねミスってパワーゲージ大きくした時とか枠内にね入れてくれないこともねまだ多かったんですよね。今回の分析は10本ですけど、実際の録画してる時は10本以上蹴ってるので、まあ、その時にはね結構外してくれるというか外してることが多かったので93以上としました。まあそれでもねもちろん12分に決めてくれるので91がダメとかそういうことではないですからね。あくまでもミスってもカバーしてくれる範囲が広いのが、まあ、93以上かなと思ってください。はい、ということでですね、次回はですねドリブルとスピードの関係の分析ですね。ここにちょっと区切りをつけたいなと思います。以前までですねドリブルだけ上げた場合スピードだけ上げた場合でね測定してきましたけども、まあ、巷ではですねドリブルスピードはドリブル数値とスピード数値の平均だというね噂もありまして、まあ、それが本当なのかこのあたりも見ていきます。次回はですね13日の月曜日17時にアップしていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんはこの結果をどう見ますかね。ご意見ご感想クレーム等々ありましたらご気軽にコメントいただければと思います。線にまつわる分析検証ですねのリクエストもお待ちしておりますので、コメント欄で教えていただければと思います。また今後のね分析等に関してはですね登録者のコミュニティのアンケートに載せていますので、皆さんよかったら投票をよろしくお願いいたします。はい、ということでね今日の動画はこれで終わりたいなと思います。この動画が良かったらですね高評価チャンネル登録をしていただけるとですねすごく本当に嬉しいのでよろしくお願いいたします。ということで今日の動画ねこれで終わりたいなと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。